はい、お疲れ様です。今日もね、サマナクロ動画やっていきたいと思うんですけど、今日はですね、召喚獣の、育て方っていう形でやっていこうかなと思います。まあ、召喚獣っていろいろこう育てる箇所があって、まあ4つかな、強化、スキル、進化、覚醒とあります。で、まあ分かりやすくいくと、まあ強化に関しては簡単ですよね。レベル上げですね。レベルが今65分の58ということなので、経験の飛躍、うん、ここにあるのを使って、あとこのエンジェルモンっていうのかな、これ、うん、これを使うことによって、まあ、レベルが上がるということですね。まあ、これは放置狩りとかでも上がっていくので、まあ、非常に分かりやすい項目ですね、強化ね。で、ただこの強化のレベルの上限が今65分の58って書いてあって65なわけなんですけど、これをね、解放することができます。で、現状おそらく、上限が70かな、レベルの上限70なんですけど、この進化っていうことを、やりますと、レベルの上限が上がります。で、進化にはこの、まあ、生命の息吹とか、まあ、主に使うのがこのかけらですね、うん、で、かけらも、まあ、同じかけら、まあ、この火の、召喚獣だったら、まあ、火じゃなくても風の召喚獣のかけらでもいいんですけど、とにかく同じかけらを、消費します。で、生命のいびきを使って進化することによって、まあ、レベルがね、こう上がっていくわけなんですけど、まあ、かけらってさ、まあ、星3の、キャラであれば結構かけらって集まるけど、星5とか星4とかってなかなかゲットしづらいというところがあるので、このレインボーモンね、うん、っていうのが、まあ、使えるようになるから、星が高いキャラであればあるほど、かけらよりは、こっちのね、レインボーモンを使うということが増えると思います。ただこのレインボーモン自体もね、なかなかゲットするのが難しかったりもするんで、まあ無駄には使えないんですけど、まあ星が高いキャラであればあるほど、かけらよりはね、こっちのレインボーモンを使うことが多くなってくるかなと。で、星4とか星5になってくると、同じキャラのかけらをね、この覚醒でも使うんですよ。だからこの進化の時とかに使うこのかけらは、できれば違う属性のかけらを使った方がいいですね。まあこれであれば、まあ、火なんだけど風のね、属性のかけらを使って、まあ、進化に使うと、まあいった形ですね。で、この覚醒もこれ今15がマックスかな、15マックスだと思うんですけど、一応これは聖水と息吹かな、うん、まあこの辺もね、素材は足らなくなってくるんだけど、まあ覚醒で何するかっていうと、まあ、ステアップと、この覚醒が5になった時にこの見た目が変わるんですね。はい、見た目が変わるのと名前が変わる、これね、火のフェアリーなんですけど、これが見た目が変わるんですよ。見た目もこういう風になる、うん、で、名前もイセリアっていう形になるんで、まあ覚醒5でね、これが、起きると。あとは星5とかになってくると、まあ、同じように覚醒後の段階で名前とね、見た目変わるんですけど、このスキルが追加になります。最初のうちってスキル1、2なんですけど、この、隣ね、2つつきます、うん、だこれが星5かな、星4はならないね、うん、なんで、まあ、その辺の違いがある、うん、だからこの辺もね、覚醒はどんどんしていっていいと思います。まあ、基本的にはステアップと、まあ、見た目がね、5で変わるから、うん、ただ気をつけないといけないのが、さっきも言ったように星3だとかけら必要ないんだけど、星4、例えばこれね、マーシャルキャットだと14と15のところかな、うん、かけらがね、必要になります。同じ属性のかけらね。だから、まあ、このナオミも、このマーシャルキャットの緑のかけらは、なるべくね、スキルのところでは使わないっていうことが重要ですね、うん。で、星5なんてなってくるとめちゃめちゃかけら使うんで、だからこれはね、やっぱり無課金でやっておくと星5をカウントするっていうのはね、難しい理由っていうのはここにあります。かけらをね、集めないといけない。まあ、星4はね、いけます。星4はね、かけらで言うと50かな、これ、うん、だけど星5だと多分これ合計で言うと、このキャラを5体か6体ぐらい取る量のかけらが必要になりますので、まあ、めちゃめちゃね、素材と時間がかかりますので、まあ、その辺はね、心する必要がありますね。で、スキルに関しては簡単ですね。これは、まあ、今これマックスになっちゃってるから分かりづらいけど、例えばこういうね、
スキルもかけら、うん、かけらで同じように違う属性も使えます、うん、だから星が高ければ高いほどやっぱり同じ属性は、ちょっと温存しといてね、うん、でスキルの時はレインボーモンじゃなくて今度デビルモン、デビルモンっていうのが使えるんで、これもね、まあ、使うといいんですけど、なかなかレインボーモンも、手に入んない、入りにくいんで、やっぱりねこう無駄には使えないからね、うん、本当に育てたい、キャラの、スキルアップでデビルモンは使うようにした方がいいという形になりますね。はい、なんでこのねデビルモンとかこのレインボーモン、レインボーモンとかってなかなかね、ゲットできないんですけど、結構楽にゲットできるところとしてはこの地域ダンジョンね、これいろいろあるからこの辺があるんで、これはもうレインボーモン結構落ちますんで、やってない人はね、自分もまだこれ滞っちゃってるんですけど、コツコツやると結構もらえる、うん、なのでやっぱりねかけらとこのレインボーモンデビルモンあたりを、バランスよく、効率的に、使っていくことが、まあ、召喚獣をね効率よくレベル上げるするのに重要かなと思いますね。いやーまあほんとね、星5とかになってくるとなかなかね育てるのに時間かかるんで、まあちょっとね、頑張っていく必要があるかなというふうに思います。はい、ということで本日はですね召喚獣の育て方に関して、話をねまとめていきました。参考にしていただけると、幸いです。はい、あとねギルドメンバーもね、募集しております。今んとこね、少ないんですけど、興味がある人いましたらね、ぜひまったりやってますので、入会していただけると嬉しいです。はい、それではね本日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。